こんな感じ？ちょっと、何膨れてるのよ。もしかして、さっきの子たちのこと、気にしてるの？いやね、あんなの冗談に決まってるでしょ。どんな教師でもチヤホヤされるのなんて今だけなんだから。卒業したらみんなそんな思いなんて熱病のように引いちゃうわよ。もう、そう直情的に行動しないの。いつも言ってるでしょ。
誰が見ているかわかんないんだから、もうちょっと大人になってよね。で、何か用があったんでしょ？別にいいけど、でも今日は6時回るわよ。あのね、私たち教師があなたたちと同じようにお昼で終わりとは限らないのよ。いいわよ。じゃあ、いつものロイヤルホステスでね。ありがとう。さっきの、嬉しかった。別に怒ってないわ。最近成績が落ちてきているから、一言注意しておいてください。この間の数学のテスト、
かなり悪かったんですってね。数学に限らず、各担当教科の先生方から頼まれてるのよね、私。確か今日は放課後に追試があったと思うけど。女の子たちと仲良くおしゃべりしている暇があったら勉強しておいた方がいいと思うけどな、私。ふん、楽しそうに話し込んじゃってさ。何よ。誰がやきもち。違うもん。何怒ってるのよ。怒ってるじゃない。どうしたの？私、何か気に障るようなこと言った？
あら、それを言うのなら美咲くんだって。美咲くんだってずっと玉山さんたちにつきっきりで話すらできなかったじゃないの。二人きりになれなくて残念に思っているのはあなただけじゃないんだからね。もう何よ、じゃあ私のせいだって言うの？よろしい。何？分かった。いいよ。本当言うとね、私だって寂しかったんだから。
で、話の続きだけど、今度の期末はもうちょっと頑張って勉強してよ。本当に分かってるの？こんなことではシビアな受験戦争に生き残れないわよ。君はやればできるんだから、頑張りなさい。あのね、若いからこそ苦労するんでしょう。お金持ち。ごめん。どうして受けなかったの？後悔している？私はいい大学へ行って就職することだけが人生の勝利だとは思わないわ。確かにそれも素晴らしいことだとは思う。でもそれだけじゃないでしょ、人生って。どれだけ幸せを見つけられたか、感じられたか、私はそれが人生のバロメーターになると思うの。誰かに聞かれたらどうするの？あのね、
ここをどこだと思ってるの。本当にもう不用心なんだから、いつもヒヤヒヤさせられるこっちの身にもなってよ。よろしい。今はいくらでも悩みなさい。勉強ができたってスポーツができたって苦しいのは一緒なんだから。そのうちに何が一番あなたに合っているのか気づく時が来るわ。それにね、私はあなたにはもっと大きなものを目指してほしいとも思ってるのよ。年を取ってから自分の人生を語るとき、多くの人たちはきちんと自分の名前で語れるのかしら。自分は大手企業の課長だったとか、有名私立の校長だったとか、あるいは医者だったとか主婦だったとか、どんなに偉くなったって結局はみんな他と同じようになったりさせられたり、そんな人生がほとんどだと思うの。だけどあなたがあなたの人生を振り返るとき、自分は美咲翔だった、そう言えるような生き方をしてほしいな。ちょっと、あんた恩師に対してそういうことするわけ？かあ、そっちがそういう態度なら、こっちだって容赦しないんだから。その桂馬、絶対死なーす。
共犯者。